残魂とは、工事現場で使用されずに余ったり残ったりした、レディーミクストコンクリートのこと。配管に残った生コンポンプ車ホッパー内、大流残魂地下トンネル内のモルタル処理生コンは、受注の際、数量に余裕を持って注文され、現場に納品される。その1割ほどは、余剰分となり利用されず持ち戻され残魂となる。現在その残根の大半は思工手ではなく生コンの、 製造元である生コンクリート製造業者が処理を受け負い経済的負担となっている。さらにはリサイクルされず生コンスラッジとして廃棄されるために地球環境を汚染し続けている。残酷発生の要因については試行者側が余裕を見て多めに発注していることが原因である。多めに発注する理由として試行時における型枠の変形や 品質の変動等によって必要なコンクリート量が変動してしまうことが挙げられる。また、必要な量よりも多い生コンを準備しておかなければ、連続的な試行ができないことも要因となる。工事で生コンの不足が生じた際に追加発注により、搬入まで時間がかかると、先に試行されたコンクリートと追加で試行されたコンクリートが不連続となる試行不良が生じるために、 この時間ロスを避けるためであるとの理由が挙げられている。さらに、コンクリートポンプによる施工では、輸送管内にコンクリートが余ってしまうことが一般的である。工事現場で余った生コンを残ンと呼び、生コンの輸送に使用されるアジテータ社から全く下ろされることのないコンクリートの多くは、製造元である生コンクリート製造業者に戻され、これを戻りコンクリートと呼ぶ。 生コン工場に戻された後、工場は大きく分けて2つの方法で残根処理をすることになる。コンクリートは水の次に多く流通すると言われている材料であり、そこから生まれる廃棄物が残根である。その発生量は国内コンクリート生産量の1.6%と言われており、深刻な廃棄物問題となっている。国内の埋め立て処分場は増え続ける。 コンクリート柄により年々処理コストが高騰している現状である。残魂や戻り、ンを再利用しようと活動している事業も多々あり、再生セメントの製造や生ンの流動性をなくし、湿潤土壌にすることのできる製品等の残魂解出剤が開発、販売されていたり、骨材を作り自粛規格外生ンとして販売されたりしている。 国土交通省の新技術情報提供システムネイティスには、残コンクリート処理技術として、コンクリート処理材、テラ、セルドロン C を用いた生コンクリート処理工法の2件が掲載されており、活用効果調査票は、テラで1件、セルドロンは0件が報告されている。伊豆長岡の生コン会社は日々現場から送り返されてくる。 残魂に対して不満、疑問を抱えており、残魂が建設発生度のように産業副産物として適正な地位を得ていないことに対して声を上げ続け、監督官庁への陳情活動を行い、2019年により国会議員も参加した会議が複数回開かれている。生魂のゴミを資材に、今いわ残魂技術。生魂ポータルよくある質問。生魂ブログ。 お得な生コンが情報満載。2020年4月3日閲覧。検索結果引く国土交通省。www.mlit.go.jp。2020年4月3日閲覧。グロースパートナーズ仕様。リミテッド。グロースパートナーズ。gp に2020年4月27日閲覧。ネティス初めてアクセスされた方へ。 www.netis.mit.go.jp2020 l 年8月15日閲覧ありがとうございます。